はい一つきす清水です、えー、今日はですね、まあ、引き続きちょっとですねあの令和新選組の大石明子さんがですねあの橋本徹さんにこう訴えられたという話から関連する話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですが、まあ、まず私ですね橋本徹さんがですね大石明子さんを訴えて、まあ、さぞかしこの人はですね、えー、橋本徹さんという人はずいぶんねあーのー強い人なんだろうと裁判に。 裁判に強い人なんだろうと弁護士だし何か自信があるんだろうというふうに思っていろいろ調べましたそしたらですね意外と負け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 続きというまあそういう状況だということが分かりましてその中でちょっと興味を持った、えー、判決があったのでそれについてちょっと安富さんと話をしていきたいと思います、えー、安富さんよろしくお願いしますはいどうもまずおもろすぎるよなか。 えあ訴えたこと自体がね。うん、いや連戦でも思った,たこと自体はそうだけど連戦連敗っていうのが。<laughs> まあ連戦連敗、うん。それ自身がまさにあのビビる笑える<笑>、うん。ね。っていうことなんですけど私が興味を持ったのはですね あのそんな橋本さんがこう負け負け負けっていう風な中で見つけた橋本氏敗訴確定 VS 新潮社ジップラ巡る月刊誌報道という報道がありました。で、この判決がですね、何なのかというと あの前大阪市長の橋本徹氏が、ジップと伯父が暴力団組員だったと報じた月刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟で、最高第一小法廷の、えー、裁判長は、えー、橋本氏の上告を退ける決定をした、えー。これはですね、2017年6月5日の記事です。橋本敗訴、はい、の2審判決が確定 問題となったのは、橋本氏が大阪府知事で、えー、市長出馬を表明していたに、えー、平成23年10月発売の新潮45、えー。橋本氏が小学生の時に亡くなった ZIP とおじが暴力団組だったとの記事を載せた。っていう風に書いてあったんですよ。 で、この判決がすごくってですね、第一審大阪地裁判決は記事の内容を真実と認め、ジップが組員だったことは人格形成に影響し得る事実で公共の利害に関わると指摘、橋本氏の請求を棄却って書いてたんですよ。うん。で、まず、ビビ <laughs> これ、この記事見て、えぇ、ー、って。<laughs> ビビるんですけど。で、えー、多くの人は、 あの法律とか人権とかそんな特に興味なくって <laughs> 橋本二騎士みたいな人からするとですね <laughs>、えー、橋本のジップとおじが暴力で組みやったっていうことが裁判所が認定しかも最高裁やんや <laughs> 橋本さんはみたいな感じになると思うんですけど <laughs> あのいやなるでしょうそういう人いなるんか、うんいやおかしいよ <laughs> 私がビビったのはビビあ,あのまず橋本徹という人がですねお父さんが 暴力団組員だったでかつおじさんも暴力団組員だったっていうふうに書いてるんですよねでそれを記事が書いたらあの OK 大丈夫っていうふうに認定されたっていうこれにビビったんですよ私はいや結構ビビるよ、ねうん、あのー、このね大石さんシリーズで安富さんと撮るのはあの2回目なんですけどもその中でふっと出てきたのはこの記事。 なんですよその時に「えっ!」ってかなり驚愕をしましてですね <laughs> ここは人権蹂躙輪判決やと思ったんですけどなんかだって橋本さんが実はあのー、暴力団組員だったっていうんだったらねまだわかるけどおお父さんとおじさんんんとじじ関係いじゃんっておっいうその理由がその人格形成に影響とかってそうす なんいや別に暴力団組員やからっていいやん。なんで報道したかんのっていうならわかります。うん,うん、うん、清水優子の父親は実は大学教授だった。<laughs> まあ、あこれは深刻だみたいな。<laughs> あの清水優子が読書家になったあの形成には離婚した父親が置いていた大量の蔵書が影響している。<laughs> うん。あ、そうって感じいや、それそれと変わらへんよねっていうならわかるよ。<laughs> うんうん。実 変わらんんと思うんです暴力団組員、うん、やったということが人格形成に影響するよね。で暴力団組員が、えー、人格形成、うん、まあていうか父親の職業が何かしらの人格形成にはまあ影響はするでしょう。するやろそれはな。うん、でそれでその。で,で,う、うん、でそれで別に大学教授やからっていう報道をするのと。うん 暴力団組員やからっていうので別に変わらんやんっていう判決やったらまだわかるようんうんうんじゃそうじゃないよねきっとねジェスジェスジェス違いますよねはいはいそれはそのものすごい良くないこと、はい、だからあーごめんなさい、うん、あの選挙民は知る必要があるっていうことですよねい、うん、いやそれひどくない いやひどいしいそういう理由 <laughs> 父親の職業を報道しちゃいけないってことはないよねっていうならわかるうん、うん、でもそうじゃなくてなんかその暴力団組員だったことを報道するには積極的意義があるよねっていうことでえ公共の利害に関わる利害 <laughs> に関わるんですよね <laughs> おおいやそれは父のボス

ええ、あのー、これを見ていやいくらなんでも嘘やろっていうふうにまあ思ったのよ、ええ、いやそりゃそうやな思うわな <laughs> てかならでそれであのー、まあ今回のですね ええー、も問題となったおそらく記事はですね、えー、身長四十五。まあこれもまあ乱雑しあっはいやけど。乱雑しあったなんかいろいろんなことを報道して潰れていきました。<laughs> いやもう最後は過ぎた見よで終わりました <laughs>。あ、過ぎた見よで終わったん？<laughs> はい。ええー、これ最も危険な政治家橋本徹研究孤独なポピュリストの原点うんという上原さんという記者が書かれた記事。はい だろうなと思って、ええー、まあこれを読んだんですよ。もう廃刊になったけど、うんうん、この記事だけ単品で売ってたんですわ。え、売っていいや。まあそれは売るわな。うん、それは判決も出たいです。うん、で、どうでしたで、これを売って、なるほどそこが公共の利害なのねっていうことが分かったんです。何が分かったんですかつまり、産経新聞の記事はですね、クソだっていうことです。まず一つ言えることは。そうなのね。はい。まず産経新聞はクソだったっていうことと、 えー、次に、ですねいや、まさにこれはヒトラーを思い起こすわっていうことが、まあ、よく、あのー、分かったんですけども、まずこの橋本徹最も危険な政治家っていう、あのー、記事をねこう読んでいくと、ですねお父さんについてまず掲げ書いてあるんですよ、これ、ちなみに2013年の,、ね、あの話なんですけども。 あのまずね衝撃なのは橋本徹のお父さん。うん。えー、8歳の時にこの,世のこの世からおさらば。うん。しかも自ら。あそうなんですか。かわいそう。かわいそう。で、えー、この,、まあ、この今から紹介する記事とは別なんですが橋本徹さんのお父さんとの唯一の記憶は。うん、えー 二三歳の頃お箸を投げたそうですぺってそしたら背負い逃げされてボコボコにされたらしいです <laughs> <laughs> 怖い怖いやばくないですかいやばですなやばで、えー、橋本徹さんも、えー、自分の子供に対して今だったらね逮捕されるぐらいの,あの厚生労働省の基準で考えたらダメダメな子育てやってた俺も芝居てた <laughs> っていうことを えー、自分で言ってますテレビ番組でああそ,ううそれもたで、ね。こ <laughs> れ子供の虐待をね推奨するやつはねいやーそういうこと言うそういう法律いらんいると思うんだけどなぁ例えばあの最近あの見たな youtube のさ、うん、バイオリンやってるとあの youtube のバイオリンのおすすめ番組が出てくるんですよ あ、あのはし、あの、あの、ちょっと、あの、そっち行くと、長くなるんで、ちょっと、うん、<laughs> ちょっといいです、ね。でも、まあ、その、その番組を見てるとですね。<laughs> その、子供の時に。母親にどういう風な。指導を受けたかという。話をですね、ル,ルル語ってるんだけど。<laughs> 明らかに。マジ虐待なんですよ。あんまギャー言わんといて。 <laughs> <laughs> YouTube が怒る。虐待虐待ですそれをだからまあそれのおかげでバイオリニストになりましたみたいに言ってるわけですいやもうやめようやめよもうもう,もうそういうこと <laughs> そういう言説で禁止しなあかんと思うんだけどね、うん、あ禁止しないとダメですもうそういうことを言うやつはもう即逮捕っていうふうにしとかないとうん だからその橋本さんもそんなテレビでさそんなこと垂れ流したらあ逮捕やってもでまあそれでですよ、うん、あ,あのお父さんがとお,おじさんが、うんえー、暴力団組員だったというふうに真実性がなぜ認定されたのかなんですけどもこの上原さんという人がですね、えー、かなり足を使って、えー、取材をされております。 この橋本さんの、えー、お父さんに対してですね、えー、かなり、えー、地元で団地の住民たちを中心に聞き取りの取材をしたらしいんですよ。で、そしたら、あのその聞き取りの取材のさなかで、えー、最初はなんかあんまり語ってくれなかったんだって。いや、あんまちょっとちょっと、いや、その話題はちょっとちょっとみたいな感じで、語ってくれんかったんやって。で、 あのそういう状況の中でですね、えー、なんかどこか忌避する雰囲気があると言ってたんですよ。あれはいはい、うん。で、それで、えーと、このお父さんは、あーのー、まあのま路地にですね、えー、2男4女、6人兄弟の長男として生まれたそうです。で、地元ではですね、ねうん、あの橋下と呼ばれてるらしいです。はいはいはい。で、えー、この、 あの橋本さんのお父さんを知る地元の建設会社の役員があいつは酒梅組のヤクザで地元でも知られた男もんもも入れてた見かけはごっつい感じで知事とは全然似てへんこれ橋本さん知事の頃ね同じ村に住むティー子とも書体持ってたけどティー子も女手寺に入れ墨入れた極道だったって言ってるわけですよほうほうほうお母さんのことお母さん。 うんうん、で,で私はっていうのはこの記者さんね上原さんという人があのその話を半信半疑で聞いていたと聞いている中で取材を進めていく中で橋本さんのお父さんの弟要するにおじさんですねこのひろとしさんという人が出てくるんですよそれに会うことができたって言ってるんですよはい、はい、でこの橋本さんのおじさんにあたるひろとしさんはかつて府議会でも取り出されたことがあるいわくつきの人物 でこれは何なののかこれはですねあ2008年に橋本さんはおじさんにパーキンを100万円分購入してもらってるんですよ。こで、すねで、えー、このおじさんが関係する建設会社が公共事業を不自然な形で受注してたんです。いや、もうこれ全然あかんやん。<laughs> アウトじゃないですか。で、ここが公共の利害に関係するポイントなんですよ。いやそれは ダメですよ。でも産経新聞、そうも書いてないでしょ。まあ、クソですね。それ、もう。相変わらず産経はクソやだって。だから、まるで父親とおじさんが暴力団組員だったから。それは人格形成に影響するし、そんな奴が政治家やってるっていうのは、そういうことを暴くことは。ねえ、公共の利害に通ずる判決は、パーンみたいな風に読めるんだけど。そういうバックグラウンドがあったんだな。 買うやんそれ <laughs> 不正の報道やん <laughs> そうパーキン買うと思ったからあれに仕事流したんやんけそうでこれをあのー、何を言うとそれをそんなものをその名誉毀損とか抜かすとかっていうでねうん、うん で、こういうふうに不自然な形で受注して共産党の宮原府議会員によって指摘されて橋本さんは受注状況は今知りました母親が再婚したり連絡は取ってませんとかうんぬんかんぬんとかっていうふうにこう、いろいろまあ煙にまいたわけですよお<ー>でそれがまあけしからんって問題になって、えー、このおじさんはですねずんぐりした体形にスキンヘッドのこわ表で八尾市の公共事業をめぐって横領で逮捕された前科を持ってるんです <laughs> バリバリやんバリバリです お勤めご苦労様ですありませんお勤めご苦労様です。バリバリんねでお、えー、いの徹さんね、橋本徹さんに対しては迷惑がかかるからということを話すことをかたくなに最初は拒んでいたんだけど、うん、橋本さんのお父さんについてはこう認めたと。兄貴がね入ってたのは酒梅組じゃなくて土井組や、わしも入っとったけど、今は解散してもうない <laughs> っていうふうに。 っていう,ふうにだから、だからここは確かにここまで取材すれば、真実性があると思いませんかいや、それはそうですよ。これは、うん、ただ、真実だから、何言っても名誉するならないってわけじゃないからね、みんなそこは間違いじゃないですよ。はい、でそれと明らかにそのなぜそういう不正な受注が起きたかっていうことを理解しようするには必要です、ね、そうでなんで、重要なポイントは、橋本さんのおじさんとお父さんが暴力団組員だったことは。 あんんま関係ないんですよ何の次やなそれはな。うん、であの、うん、この公共の、えー、と利害の部分っていうのはこの不正な部分を調べていった背景はこうだったっていうおまけなんですよこれ。まとも好意的には取れますけど、うんえー、ちょっとうがった見方をするともともと橋本さんを貶としめるために。 訴えられても大丈夫なようにするためにこれをくっつけたという慎重者のやり方。あなどあそういう可能性も高いね。いや、これは正直、ごぶごぶでしょう、どっちも。<laughs> <laughs> 正直、ごぶごぶでしょでもそれくっつけられたら、ちょっときついもんがあるな。だからこれくっつけられると橋本さんとしては名誉毀損と言いにくいですよね、これ。だから負けたのよ。 なるほど。ち,<あ>ちゃんと調べてみるもんですな。あいつは本当だから、新庁舎はちゃんとやっぱそらね。訴えられまくってる。新庁舎だからそりそうやな、ね。そのぐらいのことは分かってるよな。なだって、そんなさ。不議会員のさ、うん、あの不正受注疑惑とかさ。そんな誰も見いひんって。 そんな機会いでも。うんうん、だから、あの、おいつ、親父よ、役座やったよぞっていうふうな見出しにすることによってですね、キャッチにしたってことですよ。<laughs> なるほど。もう、それはちょっと名の既損感あるよ <laughs>。そういう意味では、視聴者もかなり狡猾だと思いますよ、ね、<laughs> なるほど。うん、うん、ずるい。ずるいで。でもさ、そのケン <laughs> 買ってもらってさ、なんかやばいあ,あかんやろ。いや、あかんでしょ。あがが。もうそれ それなんで操作されたりしなかったのうん分からん謎やな分からんいいのかそのぐらいはうんいやよくないでしょよく <laughs> な,ないよねやっぱね、うん、で宮原さんとかは,、うん、はですね共産党なんでこれについて赤旗がかなりいろいろ詳しく書きまくってますよやった、うんまあ私だが一回あのマック赤坂さんの選挙を手伝いに行ってです、ね、はい でそれで橋本さんが市長選市長を辞めて、もう一回立候補するっていう、補足な手を使った時にですねあの誰も出なかったわけですよ、そののあ反対性というか、野党の方はね、うん、でそれでマッカー・赤坂とかそういう人しか立候補しなかったんで、でもそういう人たちは立候補しちゃったからさ、さ選挙が行われたんですよ。 マックさんンで何を,しに何をしてる人なのかなどういう考え方でここでやってるのかなと思って応援に行ったんですけど、うんうん、それでその橋本さんが演説するところの前をですね、うん、あのなんかガンジーなのかチベットの僧侶なのかの格好をしたあのマックさんが通り過ぎるっていうやつを一緒に通り過ぎたんですけどそうでした。 そ,その時周りにいっぱい立ってるんですよ。うんうん、あのー、ああやってな、愛心の,の支持者と人たちな,のなある。うん。マジ怖いんですよ。どんな感じだったのいや、その、その、そのおじさんのような感じの人です。うん、<laughs> なるほど。<laughs> 形容詞はそのまんまです。スキンヘッドで怖もてなスキンヘッドで怖もての割烹のいつたちが立ってるんですよ。 やっぱり広域 <laughs> いやだからさ <laughs> こいつはやばいやんって <laughs> いやなんでこういうやばい人たちのとこに票入れんのって思いましたけどなるほど<おう> <laughs> おうマジ怖いよ <laughs>、うん、まあただねこの橋本徹さんの親がね、うん、暴力団組員だったからっていうのは やっぱ漢ーなんで一、うん、人歩きしちゃいますよね。まあそれはまあ一人旅観察する目的で行きはいたのか、はい。だよな。完全に。<laughs> うん、でそれはねちょっとまあ,あーまあいかんねそういうのはねあー。そういうのはちょっとね。うん ほかにも被差別部落出身だから DNA がどうのとかっていう驚きの「週刊朝の記事かあってあれはあれは,あれはクソオブクソだと思ったけど <laughs> いやーあれはもうクソオブクソオブクソオブクソですよ「もう週刊朝日」より橋本徹の特集ね、うん、<laughs> なんで配管にならへんかったあれもうほんまあやまああのびっくりしたけどねあれ最終的にえー、っと <laughs> 和解したんですよ うん、橋本とん,、うんうんうん、う記事書いたのあの佐野真一さん。ねえ、うん、あの人、あんなこと書くんやと思って、びっくりした、けど。人権、人権、人権派じゃなかったっけいや、一応、<laughs> そういうあの人だったはずなんですけど。<laughs> びっくりなんですけど。であれどういう人権どういう人権なんですか。2012年10月26日の朝日新聞、だ週刊先ですよ。 えー、が「橋、えー、たやつの本性」という連載記事で <laughs> はい <laughs> あれはびっくりしたけどあの強烈いやあれ,あれはあかんよあれは最悪やったで、ね、まあお<ー>すごい端的に言うと被差別部落出身者やからそんなやつの DNA とか先祖 持ってるんやったら、あいつはクソだみたいなこと書いて。いやー、あかん、あかん、あかああれは本当は何書いてあったびっくりして見てないけど。<laughs> いや、もうそこ、私もちょっとすいません、そこまではもう取り寄せてません。んあ、そう。ちょっと気持ちすぎる。気持ちすぎる、あれは。調べてよ。佐藤さんに聞いて何書いてあったんですかあの、佐藤さん当時、週刊誌で働いて,てです、ね、<laughs> 佐藤さんは、同じ関西で、ね、あの、二階義弘の、 幹事長、年広、うん、か。あの、幹事長の裏金疑惑、東芝からの。あれを追いかけて相当いいのを書いたんですよ。えー、はいはい。で、そしたら、そっちの方は潰されて、橋本の方が乗っかって、そっちが乗るって知らんかったから、<laughs> 俺の記事潰して、何を乗せるつもりやってやろと思って、ペッて、週刊朝日見たら、はぁって <laughs>、<laughs> 終わった。 週刊朝日は廃棄やんって思ったらしいよ <laughs> いや思うよな、うんいやなんていうかまあなんであのお父さんがどうのとかおじさんがどうのとか先祖がどうのっていうさ、うん、それはあかんやろいやそれ安倍晋三とかやったらさリアルにパワーやからねうん安倍晋三の祖父が 永久戦犯で入ってたっていうのはですね重要な情報だと思いますけど違うよねそれは違うよ。あ<ー>安倍晋三の、えー、お父さんがあお父さんおじいさんが岸信介ででそれはあの巣、ー、もプリズンに入ってて永久戦犯だったが、うん、CIA からどうもお金をもらって、えー、じあのアメリカをね 応援する方向で行くんだったらっていうのでお金をもらっていた事実もまあこれあの公文書館にあ,のあるわけですから、うん、でそういう事実を考えていったらですよあの批判されるのはいいんですけどそれはどちらかというと <laughs> DNA とか先祖とかそういう話じゃないじゃないですか <laughs> 政治的な事実ですよねやっぱもうちょっと岸信介の,の DNA 入ってたよかったかなって気はするね <laughs> ちょっとアホすぎるよね安倍晋三ね岸信介一応一応インテリアだったいや岸信介はどうもうすごい秀才だしなんであれからあの孫が生まれたのか全くわからん、ね、<laughs> うんまあでだからの岸信介のそういうその功罪をがあって安倍晋三をっていうふうに語るんだったらまだわかるんだけど、うん、なんか血筋とかさ ひどいよね DNA だけでさボロクソに言うっていうのはありえんで、ね、でもこれ日本好きなんだよねそういうのがねうん<ー>むしろむしろ岸信介の DNA とかってポジティブなんじゃないですかいやポジティブだと思うよ <laughs> <laughs> いやそれはちょっとだって話ずれるけどさ昭和天皇とかさ<ー>まあ天皇の問題語る時にさ血筋をさすごい大事にするじゃないですか日本人はあれおかしいやいやまああれ あかんっていやあかんでしょうだってさ何年やってると思ってるの天皇家 <laughs> まあ大何年ってまああのいつから天皇家がちゃんと存在したかっていうのの議論がありますけど何代やってると思ってるわけよ何<代>今何代目やったっけ百、ね、何代でしょ天皇家はそうよまあ正しく数えたとどうか知らんけどさ、まあ、少なくともさあのー うんもう平安時代からい数えてもさ、うん、100台ぐらいあるよねいやあるでしょう十分あるよでその間さその DNA がさきちんと継承されてたと仮定してるわけやんかいやどんだけ混ざっとんねんっていうね、えー、いやそのそのということはさその皇后さまというかその天皇の母親だった人は、うん 現,現,現役の天皇か天皇家なんかと以外はセックスは絶対していないっていう仮 <laughs>、まあ、ちなみにあの神武天皇から数えても126ああ<ー>、うん、でも、例、うん、その、うん、そういうのはそういう出来事一1回も来てないっていうふうに信じてるわけでしょ、うん、まあそれだからあのそういう意味では童話問題とか血筋で人のことを差別するのはあかんけど、うん、天皇は OK ー。 っていうのもまた違う、ね、こどう考えまあそそももだからそのそもそもだからどんどん薄まるわけだっていうのもあるけどそれ以上にさ、うん、その女性を100%監視し続けたって確信してるわけや,いや気持ち悪いよねそれそれできると思ういや無理でしょ真っ暗な平安時代とかや、ねうん、でその光源氏みたいなやつがその <laughs> <laughs> まあそうね <laughs> リアルにおってしかもあれヒーローだよ <laughs> そうやね光源氏あっ光源氏 <laughs> 自分の父親の愛人と関係妻と関係してみたんだよなんだっ、うんうん、確かそれぐらいのまあかなりの,ーーのそういうのそういうのすげえすげえかっこいいっていう文化を持ってるわけでしょ、うん、だからそういうチャレンジをしなかったやつ いやいゼロってことはないだうねとからさ、そういうの全部気抜けてさ、何百年にわかったって守り抜いとって確信してるわけじゃないですか。まあ気持ち悪いですねね理物理的に不可能ううんだけど、ね、<laughs> そう、ね だ大事なのはそっちじゃなくってその子孫孫孫続いてきたというこのそう物語の方が大事ですよそ,そのその儀礼が続けられてきているその文化的な活動ての天皇家の存在っていうのはそれ価値があるわけですその別に染色体に価値があるんじゃないからね <laughs> それはそうだ <laughs> <laughs> いやーまあねだか,もうだからもうアホですよあれは。 あそういう意味ではね、ちょっとこの、えー、とー上原さんが書かれた記事に戻るとですね、あーのーね橋本さんっていうのが在日だとよく言われると。でもそうじゃないんだと。うん、おじさんはこう言ってるんです、組員の。童話やって。<laughs> わしも兄貴も童話やっていうのに誇りを持っとったんやってあ立派なことです、ね。立派なことです。うんう っていう,ふうにこう言われててで、えー、この橋本さんってさ、うん、読み方橋下でしょそうだよね、うん、だけどこれがね橋本に変わる理由っていうのもあるんですよ。あ,なんかあのー、これねえー、っと証言によって違うんですけど、うん、あのこの八尾市のこのとある地方のところではね 橋下っていう風にこう読むんだけども、それをえーこの橋本さんのお母さんがあの子、要するにトールさんが生まれた時点で橋下姓を橋本に変えたと、ううんいう風に言ってるんですよね。橋の下を歩むのではなく橋の元を見て注意深く生きていくようにと願って変えました。うんお母さんの言葉。はいはい。これもなんかこういろいろじわじわ来ませんかこの。 うん、橋の下に生きているという自覚があるわけですよ。そうですね、うんで。で、でも、せめて橋の上に立って、でも橋の下に落ちんように足元、道で注意していきやって言われるわけですよ。うんうん。それはまあ、ああなるわなっていう感じがすごくいないですか。いも怖いね、そういう、ね。そういうの怖いやん。あ<ー>ね、でも、この、あのー、えー、おじさんは違うんです。違うと言ってまはい、はい、ね違うと。 はあの兄貴要するに橋本ささんんんのお父さんが変えたんだと <laughs> 橋、えー、橋下を橋下っていう読み方にその理由がひどくってですね <laughs> <う>橋本さんのお父さんが「俺は橋本で行く」とで弟に対してなんて言ったか「お前は橋下で行け」って言ったんですはい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 いやこれはちょっとなんかあの 橋の下と橋のもとっていうので考えるとお父んひどいこと言うなっていう、うん、えそうなんそれなんかそういうことなん,うんっていうふうにでもじゃないといちいち向きになってここでおじさんが言う気がしいんねんけどね橋橋本に帰るというのは、うん、橋下といやあいつは兄弟ちゃうんやっていうためじゃないのまあなのかもしれん、うんうん、それはその 教材仲代わりとかじゃなくて、うん、あの、関係がないように見せかけるという必要があったじゃないですか、いろいろその、うん、何かやるときにさ。まあ、そのため、そうじゃないと、パーケン買ってもらったらできんと。<laughs> そう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 、やりにくいっていう。<laughs> いやーなんかそういうさ。そういう、そういう合理的理由うんかもしれんね。でちなみに、このおじさんはですね、うん、えー おじさんじゃないか、お父さん、橋本さんのお父さんは、これはまああのーえー、晩年かなり落ちぶれていたと。ああ<ー>女と薬に狂って死んでしまったという人も言う。とも、ね、いるのともいうっていうことは、ここはまあ確定ではないんですよね。不明な点が多いのは、極道という生き方ゆえ、でもここでもうほぼあの言い切ってますね。 さ、うんえー、さんんお父とといいいう生き方より当然なことかもしれないその後東京に残っていた一家は徹、えー、が小学校5年生の時に大阪へ引っ越しさらに1年後過ぎたから飛鳥地区へ移ったことになっているというふうにこう書いているんですけど、うん、まあこの中まあお父さんは亡くなってしまうわけなんですけどねうーんいやー、まあ、それはかわいそうだ,ねなんうんだよね何でやねんね非常にかわいそう。 大変なことになったんかなう,、ね、うんまあいろいろあったんでしょうここら辺は、ねまあ、単になんかメンタルに悩んでとかじゃなさそうですよねそろそろそ,そこに言ってあるような事情なのかうんかもしれんがまあ長生きはできないな、うん、そういうきつい生き方はまあ実際のところ本当に自ら命を絶ったのかどうかもわからないらしいんですあそはまあそう,は、うん、そうだなそうやなそらそういう気持ちがきついですな かかのきついですね、大変やね。で、その産経新聞の書き方だとね、これ。うん<ー>なんか、まるで暴力団組員やジッ,プとジ,ップ、えー、ジップやおじが暴力団組員だということか <laughs>、えー、っていうふうに書くのは公共の利害に関わるし OK なんだみたいな。なんかね そうじじゃゃないじゃんそこはだから、身長はごまかすのに成功したんっていうことなんですよね。うそ,うそうそうそう、身長者はごまかすのに成功したんですよ。さすが、身長ちゃん <laughs> 100戦ですなさすがですな。 <laughs> もう本当にだからこれ読んでみて分かったけどクソ VS クソやったっていう <laughs> <laughs> そういう観点もあるよただただあのー、橋本さんがパーキン買ってもらったからってその不適切な公共事業の発注というのはまあ変だわなうん、うん、もうありそうなうんありそうな事態ですねでもせめてそこまでちゃんと言わんとねえ、うん、あかんくね なんでこういう。あのそれはい、でなんか朝日新聞ま週刊祭の方はなんで和解したんですかね。いやーもうたっぷり金積んだんでしょ。ああ<ー>。うん。もうそれだけのこと。うん。何億とか。いや億は言ってないけど、何千万円やと思うんだけど、あ<ー>うん。ちなみに橋本さんからの請求額は五千万でした。ああ<ー>、うん。新しい週刊朝日の方がいくら払ったか公開されてないらしいです。うん うん、いやーなんかこう出事をめぐる報道っていうのはね、なんかこの2011年、12年の頃に、かなりいっぱいあったみたいだね。そう、うん、で、えー、なんか大阪市の職員が橋本とか著名人の戸籍を不正閲覧してた、それ最悪じゃね最悪じゃねそ, <laughs> それ、あかんくね <laughs> いや、あかんでしょ。これ何なんですかねこんなことされたら嫌じゃないですか。なんか、い,ね、いやー、あの、ほら、安富さん、あの、東松山だっけ村山だっけ東松山もああ。あそこの選挙出たときに、間違って買ってたとしましょう。ねで、そしたら、あの市役所の職員が安富さんの戸籍を暴いて、情報流出させたりしたらどう思いますか <laughs> やばくないですかそれ。 重大な犯罪ですよしてくれたらねそれを直ちにクビにできるんで嬉しいですけどただ、えー、と不正閲覧はあのー、興味本位でやりました情報漏えいしてますさーんっていうのが大阪市らしいですそれやばくないですか <laughs> <laughs> どんな奴ら部下にしなきゃダメなんですよ、橋本さん。いやー、うん、<laughs> ようやるわ、それゃあ、んだけ突っ張るわな。っいや、まあ、それはね、<laughs> それはね、気持ちよくわかりますよ。<笑><笑>にしても。気持ちよくわかる。あの、あの明石市の市長がそうよ。ああ、そうね。そうね。うん、あの、あの人は、あの、石井こうさんの。うん、あの人、あの、N. H. K.、東大出て、N. H. K. 入って。赤石市長ね。すぐやめて。 あのー、弁護士になって、うん、で、なんや、政治家内あったよ、ね、あので石井聖輝の秘書やって、みたいなえっとツイッターを見ると、ですね、えー、明石に生まれて東大教育学部、<laughs> うん、はいはいって NHK 入って石井聖輝の秘書を経たと、弁護士の資格も持ってるんですね、はいはい、この人は。 そうだからすごいね教育学部出てもピッて弁護士になれんのね。うん <laughs> まあ司法試験私の知り合いで小学部出たけど司法試験取ってる人とかいるから<ー>、うん、大変やんようようよう勉強すんなまあまそれであの、うん、えっと市長になられたわけですけどその、うん、あの人はだからあの 何そんゃボケやとか言って、そんな、家に火つけてこいとか言って、隣つけてよ、辞任、うん、されましたけど1、一回、うんうん。あれはあのー、国道の拡張そ、ね、<laughs> そうう危ないですよね、うん、危ないから工事しないといけないのに、その買い上げの交渉何年もしていなかった職員を隣つけてるんですけど、隣、うん、<laughs> つけたくなるわ、<laughs> みたいな。<laughs> だからそういう感じの人がうわーっているわけですよ。うん、東松山だけでも何百人おったんちゃうかな。うん、おすごいんです、すごい数いるわけよ、うん、その市役所の職員そうなるとね、やっぱ切れますよね、やっぱりね、うん、本気であればね。そりゃ切れるやろう。聞く力、<う>聞く力とかって言ってる岸田政権がですね、ワクチン全然進まへんのは、すごく対象、わかりやすい。<laughs> 聞く力、聞く力、聞く力とかって言ってたら。 あの逆にサボるよね、ああ、そして、はい、わ、うまくいってません、わ、ワクチンね、いろいろあってね、ほんとねー、とかってなる。でも、菅さんと河野さんだったら、やるんけ、ボケ、やるけっていうふうにこう叫びまくってですね、パワー,ーしまくるから、進んだっていう。そう、そういうとこあると思うのね、やっぱりね。そう、そう、りゃで、ちなみに、うん、今までなんかおとなしくしてられない,いねあの岸田さん、1日100万回だーとかって言い出したよ。あ、そう。うん、言い出した。 なんがんですかこのこの<ん>今頃売ってもあかんのちゃいやあかんよはい <laughs> よもう遅いよ遅い遅いだい遅い遅いいやーまあそれででも大石さんの訴訟の話にちょっと戻すとですねあの大石さんを訴えたわけですよね橋本さんがではい、はい こういうことをすると私みたいに過去に興味を持つ人出ますよねさらに。うね、で過去に興味を持ったらこうやっていろいろまあ蒸し返されるわけじゃないですか。ってことは橋本さんにとってはそういうリスクを負ってでも大石さんを訴えるプラスがないとおかしいわけですよ。 だけど、橋本さんは。ど,どういうプラスがあるのあれ。いやー、なんか今のところ橋本さん、何にも言ってないんですよ。あれ、何も言わへんねやったら、訴える意味あんまりないんじゃんう,うん。ないで。あれはあの、あいつを訴えまったーとかっていう意味言うためにやるんじゃないうん。それだけやで、訴えるなんて、ほとんどの著名心がやることなんて。<laughs> なんでなんであ やろねえ。うん。やっぱあるのはちゃう <laughs> 黙らされっていう。で、訴えたら黙ると思ってたんですよね、橋本徹は。うん。だとしたら、すんごいパープリンだなって思うんですけど。なんでなのなんだよね。パー,パーな。いや、だとしたら、ちょっと驚愕のレベル。<laughs> 驚愕のレベルやけどさ。<laughs> なぜ,よな,ぜなんでそんな、いや、分からん、ほんま謎なんですけど、誰か教えて、うん、でまあ、名誉毀損だっていうふうなね、この記事にではあるんですけど、ちょっと記事に戻るとね、うん、この最も危険な政治家、橋下徹っていうので、でいや、そら確かにこんなこと言うてたら、名誉毀損やわというか、自分の名誉を下げるわって思ったのが、えー、今から読みますね。はい もあのこの記事の中に書いてあること政治家はとにかく嘘は嫌いだなんて連呼するが、えー、選挙の時の有権者向けの笑顔が嘘丸出しなんですなんで国民のためにお国のためになんてケツの穴が痒くなるようなことばっかり言うんだ、えー、政治家を志すっちゅうのは権力欲名誉欲の最高峰だよ自分の権力名誉を達成する手段としていやいや国民のためお国のために奉仕しなければならないわけよ別に政治家を志す動機付けが権力欲や名誉欲でもいいじゃないか よっぽど人生の成功を収め,た人収めて余裕がある人じゃないと真に他人のことなど考えてられない嘘をつけないやつは政治家と弁護士にはなれない嘘つきは政治家と弁護士の始まりバイ橋本徹 <laughs> もうなんでそういうやつに入れんでこれをさ暴力団組員お父さんおじさんが暴力団組員だった。 えっていうところの記事の中に入ってたらそれは名誉は下がるけどこれあんたが言うたことや <laughs> だからブーメランなん<も>これもダク名誉名誉スーパー既存ですよ、ね、う名誉スーパー既存だよ<も>もう政治家と弁護士に対する名誉既存だよ僕 <laughs> の発言自体がだからそのだいたいさ、うん、気,に気になるんだけどさ、うん その何そのケツの穴が痒くなるという表現はあんまり聞いたことがない、独創的な表現なん、うん。国民のために、お国民のために、なんてケツの穴が痒くなるようなこと。血の穴が痒くなるよ <laughs> くなるか、そういうとこって。<laughs> <laughs> どうなんですかね、ケツ。分からへんね。<laughs> <laughs> ちょっと検索してみましょう。ええー、<laughs> そういうところがよくなるという慣用があったから <laughs>。と、ケツの穴が痒くなるって検索すると、一番上にお尻の痒みはいろんな原因で起こりますっていう<笑><笑>日本大腸肛門病学会っていうのが。<笑><笑>そ,うそ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 う、病理的な企てある<ー> <laughs> んやけど。というわけで、血、えー、の穴がかくなるわっていう。<laughs> ことわざ関用句的なものはないないでしょう。うん、そのところが気になるんです。うん、なんかねそういうところがねずれるっていうのは実はね結構重大なことな。ほ重大。うん、うん、あのー、多分ですね関用句関用部でなんてやったっけあれんえっと何が関部になるんやったっけ何が関部になるんやったっけだっ似たような言葉はあるよね。 何やったっけなこそばくなるとかねんて言うかなんだっけなんかそんなあったなんやったっけなやったっけなあまりそういうお芸列な表現をしない。しないから。うちの商品の番組ですからね。そうそう、忘れちゃったんだけどね。何だったっけ少なくともね、橋本さんおっしゃってるような部分はかゆくならない。でね なんだ耳がかゆくなるのかそれとも脇かんだだから歯の浮くようなっていう歯の浮くようなはわかるだからまだ歯の浮くようなことを言ううんならこうすごいちゃんとした発言なんですそれがねこう全然違うところに部位に移行したりすてるんです意図的じゃないと思うな無意識のうちにそういう しちゃううんんだだと思うんだけどうん、うん、そういうことはね何かで、ね、何かがあるんですよ背後に。なるほどで。結構大事なことが隠れたりするんだよね。何、まあ、心にもないことを言う。うー、んうん。何、えー、だろうな。心にもない。何かね、そのそういう。 そういうずれ方をするって、まあ、だまず一つはだから知性がないってことなんですよ、一つは。うん、まあそうだな。うん、ね。ある程度その本読んだりなんかしたら、そういうこと言わない。うんまあ、なお尻がこそばくなるって言います、ね、尻がこそばくなるか。うんうんうん。こそばうんうん。あれでもたまに。 言ってる？これ橋本さんと同じ要霊があります、ね。あっ、ほとこれは、天童誠大誘拐。ん,なんですか、それ。<laughs> っていう小説うだって今、私、検索したら出てきたのちょっと。え、ケツの穴がかゆくなるがうん、ちょっと待ってね。ね<説>うん、表現する人おんねんな、世の中に。ちょっと待って。 そう送るわでも検索する限りあのほらこれ出てきたあの公文化のホームーホページばっかり出てくるんですけど <laughs> <laughs> どこがこそばくなるのかなと思ってこうようれい .jp っていうところで<う>こそばゆくなるというのを検索したんですようれい、うん、ちょっと待ってこれ送るわほんな .jp っていうのがあるんやな、うん、これね あ、本当だ。あれ、これどこがこそばくなんだかなと思ったので、ね、その。確かに。お尻のあたりは割とあるんです。なるほど、尻のあたりは割とこそばくなるのね。うん、なるんだけど。そう、その。その特定の部位まで来るのはね。尻のあたり。ええー、肌がこそばゆい。うん。尻まではありますね。でも、今送った汚れが一つあるんです。 穴は一個あるのね一応。あいったけど。<laughs> このこの図書も何かもうもうよ。おお。え天童誠大友会ちょっと待てよ。え天童誠の大友会ってもしかしてあの岡本？気発の原作かな。マジで。 天童心っていうらしいね天童心、うん、あ大誘拐これ岡本喜八やあれの原作かうん超面白いよお<ー>岡本喜八の大誘拐はへえ面白金は200億じゃってやっ100億で100億100億100億か <laughs> 和歌山のね紀州の奇襲のあのまあいい映画ですか皆さん見てください <laughs> いやまあでもいいつももまかりは変でってやでちゃうううう自分でさ、もうあの嘘と政治家は弁護士の始まりだって言い切ってて、まあ、ちなみに弁護士会から弁護士これ、うん、ね品位を落としたって言って弁護士資格停止処分食らってるんですけど。弁護士の停止処分食らう弁護士、うん、裁判負けまくって。うん、やっぱりでもそれね、この表現とかに表れてると思うんです、うんうん。なんかそ,のそういう危険性、暴力性がね。なるほど。 お母浮くようだとか、うお尻がむずむずするぐらいでは耐えられない、うん、でそういうことを言ってしまうぐらい、やっぱりこの言ってる瞬間に切れてると思うんだけど、うん、そういうことだよね、だからそのそういうその人間が何かの理念とかさ、うん、そういうものに従って行動するってことも、どうしても受け入れられないんですよ、彼はなるほど。 権力欲、なんか、そういう欲望以外のものに人間を駆動されるっても消えられないです。信じられない。おうん。だから、そういうのを否定するときにですね、その、こういう表現までしてしまう。<laughs> なるほどお。かわいそうに。そう、で、このまあ、あの。典型的ですよね、虐待の症状としては。まあ、虐待の症状として、正直、典型的ですよね。あの<う>、おうそういう、なんていう、そういう、な、なぜかっていうとですね、その。 そういう,そういう子供に対する暴力っていうのは常にですね、うん、きれい事でオブラートに包まれるからです。お前のためにやってるんだっていうようなね。うんうんうん、ああ、もうそれ言われるだけで、おえってなる。うん、だからその、そういうきれい事に聞こえるようなものはですね、すべて叩きつぶしたくなるんです。うん、それがここの表現に一言に表れてるんだけどうんうん、うん。そうやな。 で、ね、まさにねこれがね、その維新的なもののやっぱり誇張だと。いやー、なんか悲しいな,な、まあ大石。大石さんとか見てると、うん、まさにこれになってるじゃないですか。あ<ー>体の特定の部位がむずくも痒くてたまらない。<laughs> 体の特定の部位の穴が痒くなってしまうと、むずむずと。<laughs> ああ、もうちょーってなると。 もうだからもうし辛抱をたまらずにをしし辛抱をたまらずに訴訟したけどやってしまっついカットなってやってええあれこれひょっとしてあれマイナスかじゃあ黙っとこうみたいな <laughs> そう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  <laughs> 意識失ったんじゃないかなうんなるほどつい,についカットなってやめあのやってしまったのねそうそうそう,そうこのこのこの表現にやられて気がするなそこがうんまあねえ ただまあなんていうかお父さんにボコボコにされてですよでお母さんは,そは,家にはほとんど帰ってこなくってで妹と2人っきりでご飯を食べることが多くであのヤンキーの中学校に入ってボコボコにいじめられるから仕方なく無料のたまりものラグビー部に入って自衛をしてでもう嫌だ嫌だっていう思いをして大阪の北の高校に這い上がり早稲田の方があっと整形だったかな早稲田に行って。 っていうエピソードをね、私がえっ、ー、とコンさんとの動画で喋ったんですよ。 はいはい、でそしてね「あいつイチローしてるから大したことないで」とかっていうふうにコメント欄に書いてあって「いやもうかわいそうに」って感じじゃないですか <laughs> そこまで世間にボコボコにさ、えー、されまくったらさイチローぐら, <laughs> ぐらいしてもいいじゃんって思ったんだけど私も一郎ですけど、ね、何かあったらもう,こうギュって言われて挙句の果てにあの市長になったらさ戸籍の不正閲覧とかされてさもうそりゃ世間に噛みつくやろとは思うけどでも原因は何かって言ったら。うん 橋本さんに果たしてあるのかっていうと、虐待の典型的な症状ではないかなと。いや、本当に思います。<laughs> で、そして、それに。あの、共感する人が多いし、攻撃だけしかしないという人もね。うん、あの、うん、多いのは。まさに、虐待されてる人が多いんだろうな。いや、本当そうですよね。うん。だから、橋本さんと同じような、まあ、特に、やっぱり、その。うん、そ,のその、そういう。状況でさ、学校とかの持ってる欺瞞性って、やっぱ耐えられないと思うんです。うん。 露骨な暴力がですね、うん、その国家権力とさその社会的な正当性の背景に教育という衣をかぶって、うん、あ押し寄せてくるわけでしょ、うん、だから、ね、彼はその教育関係者を憎悪してたんだと思うんだけどまあある意味ただ、正しい憎悪なんです、うんいや、すごく気持ちわかるよ俺もだけどその時にやらないできないな虐待をやめろっていうことだってって、うん、虐待虐待虐待 子供に暴力を振るうなってことがあって、うん、教師に暴力を加えることは解決にならない。ならないですね、うんあ。だけど世の中の人は子供に暴力を加えるのは子供を守れっていうことに対してはですね、怒り狂うんです。まあだってそれ多分安住さん最近思ったんだけど、<し>子供を守れイコール大人が犠牲になれ、うん、<laughs> 聞こえてると思う。なんでそうなの でそうなって言われ子供を守れイコール大人が犠牲になれだってさ、初とかありとか見てこない。人間全体を守らない。だから、そのそういうふうになっとるでさ、生き物っていうのは。それに逆らってさ、子供を分だったりす意味ないから。そうなのね、ほんとに。その本性に従えばいいのよ。というわけで、安富さんの子供を守ろうだけじゃなくて、えー。 という安富教を広めていくためにはですね子供を守ろうではなくってですね、えー、あの本性をちゃんとね生物の本性に従おうと子供を守るイコール、うん、その子あのあ大人を守らないではなくって全部を守らなければならないのであるというさらに代償的な感じにしていくと、うん、より本が売れるんじゃないかなと思いました。私は 子供を守るよりかは売れると思うよ、う子供俺はう子供を。子供を守るということがすべてつながること俺は瞬時わかりません。いや、全く分からん、全くからん、全く <laughs> 全。全然、全もう聞いてるだけで腹が立つ人多いと思うよ。<laughs> 子供を守るとかうるせえよ、俺たちか子供の頃なってなるから。そうだ、なんでそうなのみんな。なるから。で、まあ、それの代表ですよね、橋本さん、ねさ。さあ、さ<ー>、ね、本当はね、こちょっと橋本さんについてのやばいエピソード、幼少期のやつがあったんですが、 えー、<ー>今日はですねその産経新聞のクソ報道をあかんよねっていうところに、あのー、ちょっと終始してしまったんでまた別の機会にありすみだとて紹だしたいなとは思いましたはい、はい、まあねあのー、自分がね幼少期にどういうダメージを負っていたかっていうのをね、あのーうん、やっぱ自覚しすぎるとこれはこれで辛いんだけども。 まあ優しくしていくっていう観点を持たなかったら自分の本当にやりたいこととかね人生とか歩めないのでまあそういうヒントになるというふうに思ってね私は安富さんとロンゴシリーズの動画を撮っていますのでぜひ見てほしいなというふうに思いますまあそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくそれでは